ちは、ジュニアスターティスです。ボーカルの浦田哲です。ギターのキムです。はい、ドラムヨシーです。はい、このシリーズ3回目ですね。あー、もう3回目。前回すごかったですよね。だいぶ強烈でしたね。ちょっとね、作った話です。世界作ったし、もしかしたら前回ね、の動画見て救われた人もいるかもしれない。かもしれない、ね、今日はもうヨッシーの出番やけど。今日ヨッシーが、うん、ね、ネタ帳持ってきてるやん。ネタ帳どんだけネタ持ってる何書き留めとんねん、お前芸人みたいなこれいきましょうか。はいはい、今2017年です。2015年の2年前ですね。年末の話をちょっとしたい。めでたい。12月30日、まあ、ジュニアスターティスまだその時ちょっと動いてなかったんですけど、まだメンバー揃ってんかな、まあ、僕、まあ、サポートのライブやったんですけど、うん、まあ、その日にですね、家出る時に、まあ、ちょっと家族に言われたことがありまして、まあ、それ何言われたかっていうと、まあ自分の家に住んでる方じゃないんですけど、おばあちゃんがちょっと体調悪いっていうふうに聞いてまして、で、どう悪い、言うたら、お腹痛い、言ってたんですって。で、それちょっと病院連れて行った方がいいんちゃうとは言うたんですけど、まあ、そのおばあちゃん本人がもう行きたがらない、病院嫌いなっていうか、まあ、その正月に、まあ、大体我が家は親戚で、まあ、集まるんですけど、まあ、その集まりにまあ多分出たかったりして、ね、だからもう、ね、年末やし、もうどうしても病院は行きたくないみたいな感じの意地に張っちゃったんですけどね。で、まあ、僕その日ライブ終えて帰ってきまして、まあ、次の日、まあね、12月31日は当時仕事やったんですよ、朝から。で、まあ、仕事行って昼休憩してる時ですかね、家族から、まあ、母親から LINE 入ってまして、まあ、その LINE に書いてたのが、そのおばあちゃん緊急手術を、ってなって、こんなちょっとやばいやつやな、年の瀬に、はい、ほんで、まあ、その入院してる病院が、まあ、僕の仕事場から、まあ、二駅先とかやったんです。あ、まあ近い、で、まあ、仕事終わったら、まあ、ちょっとここで来て、行くわで行って、で行ったんですよね。で、まあ、その緊急手術ということで、まあ、今からやりますっていうふうに言われまして、うわ年末やろ、こんなんなんて、まあ、でうちの母親と僕の弟と、まあ、僕の3人で、まあ、まあ、付き添いになりまして、で手術中ってやっぱその集中治療室が、まあ、緊急手術の部屋から、まあ、ちょっとちゃんとした名前わかんないんですけど、まあまあ待たされるんですよ、ね。1時間半か2時間ぐらい待ったんですよ。まあまあ待っとるね、ぼちぼち待ってたら、でそのオペ終わり次第呼びに行きますみたいな感じで、言ってくれはったんですね、看護さんのほうで。で1時間半か2時間ぐらい待って、でようやく来はったんですよ、ほんで終わりました、でじゃあ行きましょうかって言って、その別室的なところに連れて行かれまして、ほんでガチャーって開いたら、出てきはったのが、まあ、主治医さんやったんですけど、主治医さんが、まあ、多分激しいオペされたんでしょうね、まあまあ汗だくで出てこられたんですよ。ほんでその手術内容を、まあ、伝えてくださったんですけど、どうやらそのお腹痛い原因っていうのが、その腸の一部が腐ってたと。ほんで、まあ、それを、腐ってる部分を切って、つなぎ合わせる手術をしましたと。すごいな。で、まあ、一応その切った部分、まあ、ご家族の方見られますかみたいな感じで、まあ、言うてこられたんですよ。で、ガーゼが出てきまして、まあ、その中から、まあ、切った部分が出てきたんですよ。で、まあ、その時に主治医さんが、まあ、おっしゃられたのが、ちょっとお通じの匂いがしますって。まあ腸やもんね、まあ確かにちょっとしたんですよね、まあそやけどね、それ以上にね、強い匂いがしてたんですよ、その汗だくの主治医さんの体の匂いがお前かそれは勝っちゃったそれ以上混ざるどころかね、余裕がちやった
勝ちしとったわけやね、まあ、汗の方が余裕勝ちですね、お通じ全く気にならないもうみんなまあ当然状況が状況ですから、ああ誰も顔には出さないわけ、無理やな、無理やな、無理やな、おばあちゃんの、まあ、無事を確認いたしまして、ああ無事やったよね、おばあちゃんは、助かったやんか、助かった、はい、ああ、あの全然言われも元気です、あ元気、はい、全然言われも元気で、まあ、そういうのが、はい、もう助かりましたなと、ああよかったな、ああで、あのおばあちゃんお大事にゃ言うて、ああ、まあ、ギリギリ喋ってる感じやったら声を聞いとって、ああ、でおばあちゃんあのお大事ねみたいな感じで病室で出てる3人でめっちゃ臭かったよみんな一致、みんな一致してたよ、意見はというね、ね、あの波乱万丈な、あ、年末を過ごしましてその、まあ、自宅に戻り、自習によってなんか体調崩したとかはないないですね、ないね、汗臭いだけやね、そうですね、まあそのままもう疲れも溜まっておりまして、カウントダウンする前にゴドンと出てしまいました。ああ、いい年末。いい人はちょっと余裕まんけど、まあまあ助かってよかった。まあ結果幸せ。まあ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 。結果幸せ。まあ、はい、まあ、おばあちゃんの身になんか、まあ、まああったんやけど、まあ助かってるからね。はい、もうじゃあいられんやろな、そんな一周を。まあそうやな。まあでもね、僕ら的にはあんま言っちゃダメなんですよ。ダメやね。おばあちゃんの命救ってくれたお医者さんやからね、まあ、お前の方が臭いんやけどどう言わんわいや、しかしまあまあですね、やっぱね、あの人間ね、やっぱどこでも変わらないんですよ、やっぱり、うん、なるほど、はい、ね、はい、そういうところはやっぱり変わらないねというお話でした、なんとも言われる面白い話いやいやもうね、この動画見てるあなたもぜひハッピーになってもらえたらなと思いますのでね、また次回楽しみにしていただいてということで本日の動画終わりたいと思います、はい、はい、ではまたです、バイバイ、バイバイ。